ケンドリック・ラデール・パーキンスは、アメリカ合衆国テキサス州、ネーダーランド出身のバスケットボール選手。身長208センチメートル。体重120キログラム。ポジションはセンター。現在は ESPN などの NBA アナリストとして仕事している。テキサス州ボーモントにある高校に進学、在学中に高校を、軍のチャンピオン、州のチャンピオンに導いた。 最終学年時には1試合平均27.5得点、16.4リバウンド、7.8ブロックをマーク、チームは33勝1敗だった。パーキンスはファンやマスコミにベビーシャックと呼ばれた。マクドナルド・オール・アメリカンにも選ばれた。メンフィス大学への進学が内定していたが2003年の NBA ドラフトにアーリーエントリー。1巡目27位指名を メンフィスグリーズリーズから受けたがすぐに、マーガスバンクスと共に、トロイベル、ダンテジ・ョーンズとのトレードで、セルティックスに入団した。ルーキーイヤーの出場は10試合のみで1試合平均3.5部の、出場という、苦いものとなった。2年目の2004から05シーズンは60試合に、出場、平均出場時間は9.1分であったが、セルティックスの中でもタフなディフェンスをする選手として、 知られるようになった。2005年のインディアナペーサーズとのプレーオフ第6戦で、ポール・ピアースが退場となる直前に得たフリースローを相手ヘッドコーチのリック・カーライルから指名され二投したが、いずれも失敗、試合はオーバータイムにもつれるといったことがあった。サマーキャンプでの努力によって3年目の2005から06シーズンから当時主力選手だった。 アントワン・ウォーカーの遺跡などもあり、ヘッドコーチのドックリバースより、プレイタイムを多くもらえるようになり、ローテーション入りした。出場した68試合中40試合では、先発出場を果たし、平均19.6分出場、5.2得点、5.9リバウンド、1.5ブロックの成績を残す。マーク・ブラウントが、ミネソタ・ティンバー・ウルブズに遺跡すると先発のセンターとしてプレーした。 4年目の2006から07シーズンには平均出場時間を21.9分まで伸ばすが、1年後輩のアルジェファーソンの成長もあり、個人成績は下降した。2007から08シーズン開幕前、セルティックスは大型補強でシアトルスーパーソニックスのレイアレン、ミネソタティンバウルブズのケビン・ガーネットを獲得。この2人とエースのポール・ピアースのビッグ3を支え、 シーズンを通して、スターターの座をキープ。プレーオフでも、自分の仕事を着実にこなし、ファイナル制覇に貢献した。08から09シーズンもインサイドのようとして、目立たないながらもチームを支え続け、1試合平均8.5得点、8.1リバウンド、2.0ブロックという成績を残した。終盤に、ガーネットが故障で離脱し、パーキンスへの負担はさらに増したが、 プレーオフでは1試合平均11.9得点、11.6リバウンド、2.6ブロックとシーズン中よりもさらに成績を伸ばし、オーランドマジックとのカンファレンスセミファイナルではマッチアップしたドワイトハワードを平均16.4得点に抑えディフェンス力を示した。2011年2月24日、ネート・ロビンソンと共に、ジェフ・グリーン、 ネナド・クリスティッチとの交換トレードにより、オクラホマ式サンダーへ移籍した。2015年2月19日、NBA 内で一斉に行われた大型トレードで、ユタ・ジャズに放出された後、バイアウトで解雇され、2月24日に、クリーブランド・キャバリアーズと契約。7月21日にニューオーリンズ・ペリカンズと1年契約を結んだ。2016から17シーズンは、無所属に終わり、 2017年9月21日にキャバリアーズとトレーニングキャンプに関する契約を結んだが開幕前に解雇。解雇後に参加のカントンチャージに送られ NBA 復帰を目指すことになった。2018年4月11日、クリーブランドキャバリアーズと2017から18シーズン終了までの契約を結んだ。オフェンスではゴール下お仕事場とし、 外角からのシュートや大量得点は計算できないが、頑丈な体でのポジション取りやディフェンスなど、数字には残らないプレーを得意としている。ファウルが多いのがたまに傷である。ありがとうございます。